はい、ということで皆さん元気やりましたよ。見てくれました。恵比寿ゴルフレンジのチャンネル見てください、ね、いや素晴らしかった。もう怒涛の快進撃ですよ。ドーミーホールからの3連発、ちょっとね安堵しちゃったよねまあでもナイスプレーでした。そうだね、まあちょっと3ホール以外はまあね本当にいいスコアで守ってたしね。ちょっと元元がいいプレーだったのかもしれないよ。ということでこちらの中身は中身というかあのインナーなしね。あ、そうね、はい、生足で、はい、生足で一回ちょっとチェックさせてあー生足ですね、はい、バッチリ、はい、ちゃんと、はい、変態か変態と MO ド MO みたいなさあじゃあおおちょっと上は寒いんで、うん、ああね、まあ、そうね確かちょっとさそれ大丈夫なんかなんかスイングしたら結構やばいよね多分ね。もちろん中はもう普通にパンツってことですよね。中身皆さんやりました、はい、ということで後半はこの格好でラウンドすると、はい、目立ちますね。何やってないっすみたいな感じで周りに見られるかもしれないですね。よかった最終でよかったですね。ということで後半どうしましょう。まあマッチは変わらずもうなんかちょっと見てて心苦しくなったんで番手は任せます、うん、あいいですか通常通りで通常通りとなんか普通のゴルフができるってなんかだから好きなクラブ使ってゲンゲンさんはフルバックでピンクは引き続きレディースですね。罰ゲーム的な私が勝ったら、うん、はい沖縄旅行に受けてもらったガチで僕、あれなんかすごいグリーンも込みですごいなんかさっきサングラスで結構高額だなと思ったんですけど全然もっと高いサンタ、あれだね、願いを叶えに来たねすごい、サンタさんすごいな解放的になっちゃって結構すごいハイリスク2人分ですから2人分ってだってもう相当ですよねえ、なんて答えるの正解でしょ普通に同様、ま事前に罰ゲームはこうしますかっていうのを考えて、はい、もし負けたらお互いの名前、はい、誰々に負けた何々みたいなのを SNS でつけてもらおうかなって思ったんですけど、うんうん、ちょっとぬるいなと思ってもしそれをなんか受けたとしたら、うん、僕が勝ったらどうなるんですか。私が沖縄連れてきます本当に？すごいじゃんすごいです、めっちゃ覚悟あるっすねいや、嘘です嘘なのかい。じゃあ、わかりました。このホール終わるまでに決めましょう。3本目までにしよう。後々になって、うん、やばそうになったら、うん、ハワイみたいな言ってくるかもしれないから、うん、3本目までに決めよう。じゃあ、早速行きましょう、はい、よろしくお願いします。はい、行くぞ、沖縄沖縄行くぞちょっと待って、沖縄一回置いてきましょう。じゃあよろしくお願いします。お願いします、はい、内緒え OK ですね。よしよしよし、まあまあまあいいと、まあまあ、内緒これ沖縄沖縄あるかここねちょっとね女子は飛距離の暴力使いますからね。いやだとしてもゲンゲン取りすぎ。いや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 、そんなですよ。いやでもやっぱもうサンタさんと回れてるってだけでもう、はい、元気はすごいテンションも。サンタ女子、はい、サンタ女子、はい、セクシーサンタ女子。いやもうこれガチだからガチだからね。ちょっとさあ大丈夫だよ大丈夫多分。あ全然意外とちゃんと開けた。うん、そうですね、重たい系です、ね、じゃあお願いしますそこは続くんだね皆さんよく見ててねちょっと下アングルからね、はい、あ右だけどこれ大丈夫だと思うよ。はい、左来ましたね。まあまあ、ちょっとひらひらが怖いですね。ちょっと振り抜いても全然大丈夫なんで、はい、皆さんもうちょっとね、振ってるのみたいちょっとね、振ってやつちゃんと振らせるからねおー、ニアピン本当だ、結構転がってきた。じゃあワンナップでいいですか左157はい、3番ユーティーで3番ユーティー。これはもうガチだからね。何回言うのガチだからね。ガチだからね、これ。あのね、なんかパンツを気にしてマジで本当振ってない全然大丈夫ですよ。全然大丈夫だと思う、それ。いや、番手を選べるっていいっすね
普通のゴルフができるっていうやつですね。なんか、はい、すごい嬉しいですね。喜びを感じます。115ヤード、はい、51で、はい、いやこれはいい、ちょっと、あーちょっと足らないかもしれないです ね、アプローチもなんかアプローチが楽しみって、はい、めっちゃ使えるそうですね、はい、僕アプローチ結構好きなんですよ。あーそうなんですか、はい、なのでグリーン周りアプローチちゃんとできるっていう喜び99なんですけど99、うん、低い球で、はい、8で8、おー足りないな、ちょっと足んないさ、全然足りなかった、全然足んねえなもともと本当にもう美人さんっていう感じなんで、はい、あらこの格好されちゃうともう本当に、あら常にニヤニヤが止まらないですもん、元気本当にそっち、いやそんなことない、そんなあのアプローチが楽しみって言ってた、めっちゃなんかいい感じに打ってた25ヤード、25ヤード52で、うまい、それはナイスだ、それはナイスナイスです、いやけど下っちゃうから、下っちゃうから、あ下っちゃうから、下っちゃうから、正解だったってことだよね、映ってなかったけど10ヤード初めてのアプローチですね、いや本当に幸せだアプローチウェッジで打てるって幸せ、まあやばい、いやうまい、さすがに弱かった、うんけどナイスです、まあまあまあね、やっぱ今のもさっきの立ってる番手でずっとアプローチしてたからもうめっちゃビビっちゃって突っ込めないそうボギーパット、いやうまい、入るわ、あれ惜しい、惜しいけどナイスだね、よしよしよし、まあ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 サンタさんそんなことしないよもう切れた、まあ、まあ、OK でしょ、はい、ナイスです、ということでゲンゲンさんワンナー、よかったですね突然本気モードになり始めますからまだスタートホールですからね、まあ、まあね、まあまあまあ、罰ゲームも決めなきゃいけないしさ、確かにそうですね、でもこっち沖縄確定だからいやマジ負けないこれでもちょっとなんか今ウェア見てて胸元なんかあった方がいいなと思って、あー、よしつけてみます、一旦停止してください、いいですか、なんか俺のものみたいな確かに、ね、黒に金っていいですもんね、なんかはい、このコーディネート似合いそうなんで、じゃあいいですか、いいですか、できました、お、いいじゃん、ちょっと長いけど、あ、でもなんかいい感じですね、すごいなんか突然ラッパーみたいになったねそして多分ここのホール左ドッグの直角みたいな多分原源を狙ってくると思うんだよね、そうだよね、フルバックですもんね、フルバック、はい、行きます行きます、ここなるほどっすね、284行きましょうかね、はい、オレンジの木の 裏って感じですよね、あのオレンジの上を巻いていく感じですねそういう感じですよね、はい、まあ、これで打たしてチーピンさせる作戦ですね多分そんなことないですけど大体 TikTok でこういうのやってますよね、確かに人間はこっちだけど元元こっちですみたいな、ですよね、はい、頑張ります、おー、けどめっちゃいいとこ、うん、ちょっと行ったぐらいですね、ちょっと行っちゃってくれ、うん、ちょっとラフぐらいです、ちょっと行っちゃったまあ大丈夫ね、大丈夫ねちょっとおねき入るのね、おね入ったさあ、乗せちゃうよ、いや、無理だろ、まあこっちでしょうね、多分よいしょ、あ、いいとこ行ったんちゃう、うん、多分行ったと思う、開きまーす、当たってる、ずっと当たってる、当たっちゃうの、いいないいな乗ってくれてるからいいけど、多分恵比寿だったら仕方なかったですピンクもちょっと奥だったね、あ、ほんとだ、めっちゃ飛んでる、でも飛んでる、初めてかも、すごい初めての経験120ぐらいですね、120、さっきちょっと届かなかったんでピッチングにします、ピッチングで、はい、うん、いやーうまい、薄いよね、
でもアプローチが打てる、うん、今前半できなかったことをもう後半やる85ヤードです。85ヤードピッチングで、はい、似たような条件、19ヤード52でうわむずいとこ切ったん ねやばいよね。奥下り下ったら終わるから手前がいいね。あ、うまい、それはいいね。うまいんちゃう、うん、いい手前だね。あら震えちゃうんじゃないの14はい、やっぱりな、ちょっとやっぱりビビってるな。まあ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 似たような感じですね。まあ似たような感じですね。まあ、はい、おーうまっいやいやその前の反応あんまり可愛くなかったけどねこれちょっと入れなかったら負けですもんね。そうですね、やべえなこれ。決めていく。いや今のいいパターだったね、2人ともやっぱ ね。いい勝負できてるよ ね。次3ホール目ですけど、あの鬼門の、あの私の元旦那が沈んでる場所です7番アイアン池に沈んでるんです。あ、そうですそうです、はい、池に沈んでおります。すごいすごいですね。それは南3番パー3170ですかね。打ち下ろし入って、はい、あれなんで8番でいきます。8番届かない。もうなんかすごいバック。アプローチが打てるし。アプローチが打てる幸せ。そうなんです、はい。乗る幸せよりアプローチ打てる幸せの方が、はい、元気の幸福度は高いんで。今日は。レディースは124。新しい旦那の7番で。はい。そこに沈んでるんですか。あ、そうです。はい。そこの池の中に、はい、あります。未だに眠ってます。新しい旦那捨てちゃダメだよ。うん、あ、お、いいいい、いったよ。あっ、あっ、バーもうちょいだったな。よし、バンカーが打てる。バンカーが打てる幸せないでしょ。分かんないよ、次めっちゃ寄せちゃうかもしれない。そうだね、寄せて、ね、寄せて。え、これある、ゲンゲンチャンネル。そうだよ。ありがとうございます。どんどんお願いします。そう、ピンク2打目。おお、うまいよ。うん、ちょっと足らなかったけどうまい。ナイスナイス。だんだん合ってきてますからね。そうですね。はい。気持ちが。やべ、弱いな、やっぱり。ちょっと突っ込めないらしいです。突っ込めないですね。突っ込めなきゃなんて。6番アイアンとかでアプローチしながらね、3番アイアンとかで。これは寄せたらチャンスやね、逆にね。あ、ちょっと歯だ、歯だ、歯、歯、クロスパッド頼む。うわー、すごい切れるじゃん。さあ、ということでこれは決めないと取られるホールです。うーん、フォローだから、まあでもあんまりちょっとまっすぐなんじゃないですかね。抜けた。まだ2段アップでしょ。2段2アップ、はい、まだだから。あれ、罰ゲームは、まあ、僕あれですね、ハワイじゃなくて、ハワイになったんですか。よっとあれ、ハワイって言いました今。ハワイ行けんね、うん、ねえ、ハワイ撮影しよう。こっから頑張って応援する。424ナイスショー。完璧やないの。フェアウェイからラフからフェアウェイに戻ってきて、すごい飛距離も伸びています。狙います。あの右側のちょっと高いあの人。ああ、木ね、うん、うわ
あ、出てきた。え、本当に言ってる？多分大丈夫だと思うよ。120ヤード、はい、ピッチングで。やっぱり手前ですね。うん。もうはい、もう全部同じ感じ。別します。130なんだけど。え？ちなみにここから130って言ってますよ。え？137番で。お、いいんじゃない？おっと？おっと？おっと？登って登って。で左に流れて止まるって戻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 って止まる。だってこれ取られたら結構もうやばいからね。確かに。そうだよ。バカランスとか言ってる場合じゃなかった。うん、むっち 25? すごいね。うん、ブッシュネルがね。踏みそう。あー、いいんじゃない？うまい。それはいいんじゃない？あ、止まったね。ナイスだね。うまいんじゃない？めっちゃうまい。これはうまい。うまいよね。ナイスだね。ちょっとプレッシャー与えられたんとちゃう。ずっとショートしてるんで。もう勇気を出してちょっと突っ込むしかないですね。いや、弱いな。これ、これやったな。アプローチ好きなんだけどな。なんか前半でなんかくしゃくしゃになったな。これもう決めないと。おお、消える。うーん、 OK です。これ入れて勝ちだもんね。取りだもんね。ちょっと切れそうな気もする。うん、ナイス。完璧。うどうや、普通にパー。ここのパーはね、素晴らしいです。そうだよ、ね、はい、ここのパーは難しいんで。よし、これで素晴らしい。イーブンだ。今だワンナップ。あ、ツーナップだったのがワンナップ。ワンナップ、はい、なんか何でも自分なんか自分に。だってなんかさ、え、皆さん覚えてます？私立欲コーナーです。いや、もう終わったんだよそれ。でその結果あなたそれ来てんだよ。ということで4ホール回らせていただいて、はい、ゲンゲンワンナップ、はい、はい、ということです。サンタワンダウン。まあ、でもあの負けた方がっていうところで、まあ、ゲンゲンが負けた場合、はい、ピンクちゃんとグリーンさんを、はい、沖縄に招待して。いや、沖縄コラボ撮影みたいな。おお、最高かよ。最高かよ。てかワンダウン、ワンナップだよ。めっちゃ応援してる。応援してる、ずっと。じゃあマジ沖縄のために頑張ります。うん、そうだね、頑張って。完璧視聴者さん関係なくこっちが撮影みたいな感じですけど。まあそれも勝負なんですね。そうだね、はい、はい。でまあ、逆に、はい、まあ、僕が勝ったら今年の僕の誕生日コンビ本当は来るはずだったじゃないですか。はい、ちょっと自分は来れなくなったんですけど、来年は絶対に来てほしいんで、来年も、はい、今からちゃんと予約予定を入れて来ていただけますか。いいと思う、はい、まあ、僕が勝ったら。え、全然罰ゲームじゃない。あ、そしたらもう一個だけ。あ、大丈夫です。もう一個だけ、まあ、次の撮影でもいいですし、なんかどっかの撮影でパリティでぜひ撮影をちょっと。ぜひ。それはもう全然罰ゲームでもない。罰ゲームじゃないって言わなければそれで済んでるんだよ。一年縛りとかにしますよ。こっち沖縄かかってるんで。はい、ワンダウンですか。うん、そうだね。一ホールで追いつくの慣れます。そうだ、ね。ということでじゃあ、はい、じゃあ次はね、恵比寿のチャンネルでやるので、はい、続きが見たい方は、はい、絶対行ってちょ。よろしくお願いします。私利私欲。私利私欲。終わった。それ終わったの。終わったの。